今話題の AI チャット GPT とですね対談してみようじゃないかということでね、うん、ゲストはこの方に来ていただきました。お願いします。どうも砂時計作家のさくらです。よろしくお願いします。エデュケーションコンバーチブルに、ついて砂時計作家はどこのポジションにいるのか。あそうなんですか。これエデュケーションコンバーチブルという用語がどのような意味を持つのかについては確認できませんでした。なかなか難しいねこれはね。確かにね、ちょっとバイオレンスコンピューターかなっていうのは、あなたはバイオレンスコンピューターですって、いやこれはもう本当はもうそうですね、バイオレンスコンピューターだと思う。